久々ここへ来てみましたよ。どうかな。動いてない。まあ寒いだろうね。じゃあ奥行ってみます。もうひんやり寒い。この時期ですから、いくらこことはゆえ、クワガタ出てるかな。さすがに、クワガタ探しに来てる人なんて、おいらぐらいなもんでしょうね。虫吉さんはわからないね。ひょっとしたら来てたりしますか。何もいない。奥へ行ってみましょう。樹液は出てますね。だけど何もいない。この奥はどっかな。
もうカゴがいっぱいになってる。じゃあこの秋に入れどうかな。何にもいません。もうアケビも全部実が落ちてますね。正解は もう一箇所、ここ見ていこうと思います。どんぐりがいっぱいなってますね。どうでしょう。ちょうど西日が照明代わりになってますね。何にもいない。逆光でよく見えませんが。
映るかな。スズメバチだけか。残念。今日は何もいませんでした。やっぱ夜でしょうね。帰ろうと思ったんですが、これまた久々ここへ来てみましたよ。どうでしょうね。おお、いるねー。うわ、これじゃなくてずっといるやつですかね。おお、頑張ってるねー。他はいませんね。すげえ。これじゃあもう一本の向こうのクヌギ行ってみましょう。到着、久しぶり。さあじっくり見ていってみますよ。手前から黒光ってないかな。
いないかな。わお、ここ こっちから見る分にはいませんね。姿はないですね。角度を変えて見てみましょう。どうかな、この黒光りは。ゴキちゃんですか。いい、ビビった。あれがあのままありますね。こないだノコがいたところ。もういませんか。このクヌギにはいませんでした。うわ、てなことで今日はこれにて終了です。ご視聴ありがとうございました。